名称闘魂は、日本の競争馬。場名の意味は、名称の冠名に闘魂。2004年12月12日、デビュー戦となった中京競馬場での2歳新馬戦は、安田佐尾級者所属の安田安彦騎手が騎乗し、12番人気ながら3着という結果だった。しかし、その後12連敗することになる。2005年10月2日、デビューから13戦目となった札幌競馬場での3歳。 未勝利で一番人気に応えようやく初勝利を挙げた。しかし、500万下クラスのレースを5連敗することになる。その間に主戦だった安田康彦は引退してしまった。2006年8月12日、札幌競馬場での3歳上500万下のレースでは、初のダートで4番人気だったが、見事勝利した。この時は2度目の騎乗となる竹幸志郎騎手が騎乗しており、 以降、主戦機種となり、ダートを中心に出走するようになる。その後、千万下クラスの大雪ハンデで2着になり、次のアカシア特別で勝利し連敗することなく千六百万下クラスに昇級し、花園ステークスでは昇級初戦ながら勝利し、オープン馬となり2006年を終えた。2007年、初の重賞挑戦となった第14回平安ステークスでは、 起乗停止中の竹孔志郎から石橋守に乗り換わり9番人気という評価だったがサンライズバッカスに頭差で先着し重傷初挑戦で初制覇となった初の GI 挑戦となった第24回フェブラリーステークスでは再び竹孔志郎が起乗し4番人気という評価だったが11着と破れてしまった第12回アンタレスステークスでは1番人気に 指示されるも3着となり、第24回東海ステークスでは2番人気で勝利し、重賞2勝目を挙げた。その後、北海道競馬のダートグレード競争、ブリーダーズゴールドカップに出走予定であったが、馬インフルエンザの問題で、同馬を含む中央馬全馬が競争除外になった。その後は9月17日に札幌競馬場で行われたエルムステークスに出走。 武幸四郎が怪我のため池添健一に乗り換わるものの、直線では相手を寄せつけず、干渉、重傷3勝目を挙げ、10月3日に発表された重傷オープン特別競争レーティングでは、110ポンドの評価を得た。続く第8回ジャパンカップダートは4番人気で、後方から鋭く追い込むものの、届かず4着だった。続く、 第53回東京大賞典では3番人気で3着となった。2008年連覇を狙う第15回平安ステークスに出走。直線では後方から鋭く追い上げたが届かず2着に敗れた。続く第25回フェブラリーステークスでは8着だった。その後の名古屋大賞典では最後肩からのロングスパートで昨年の同レース覇者アルドラゴンをかわし勝利した。 続く、第13回アンタレスステークスでは3番人気に押されたが、14着に敗れた。その後、連覇を狙って、第25回東海ステークスに出走したが、10着と、敗れたが、前年、馬インフルエンザの問題で、競争除外となった、ブリーダーズゴールドカップで、サカラートとの競り合いを、花さで制した。その後、連覇を目指し、エルムステークスに出走。 一番人気に支持されたが四着だった。続く JBC クラシックは三着だった。続くジャパンカップダートでは一番人気のバーミリアンを見る格好で後方からレースを進め、四コーナーでまくりかけ、直線でバーミリアンをかわし、出走場中最速の上がりを見せたが、先に抜け出した金引きりを頭さ捉えられず、二着に終わった。その後、名古屋グランプリに出走。 一番人気に支持されたが、ワンダースピードの二着に敗れた。2009年は3月20日に、安田沙央級者が成居、解散したため武田博士級者に、天馬屋となり、天馬屋初戦となった3月25日の名古屋大商店から始動したが、スマートファルコンの三着に敗れた。続く、アンタレスステークスではスタートで出遅れ、後方からレースを進めるも見せ場なく八着に敗れた。 続く、東海ステークスでも8着だった。その後、7月20日のマーキュリーカップに出走。集団からレースを進めるも、直線で伸びあぐねて8着に敗れた。休養を挟んで11月3日の JBC クラシックでは、バーミリアンの4着に終わった。続く12月6日のジャパンカップダートでは、後方から追い上げるも7着だった。続く12月23日の名古屋グランプリでは4着に、 敗れた。その後は一度もレースに出走することなく2011年9月28日付で競争場登録を抹消され、北海道浦河町の村下牧場で種ぼばとなる。2015年、ニーカップ滅尻城馬クラブに移り城馬として過ごしている。平安ステークスに勝利後の表彰式では、当時起乗停止中だった主戦の竹幸志郎もスーツ姿で参列し、 関係者らと共に記念撮影をしていた。ありがとうございます。